ウクライナ情勢の影響で中国でもエネルギー価格が高騰し、北京ではガソリンが過去最高値となっています。北京市は18日、ガソリン小売価格の上限を1リットル当たりおよそ11円引き上げ、およそ162円としました。現在の基準に変更された2009年以降では最も高い価格となっています。ガソリンの値上げを前に、こちらのスタンドも給油待ちの車が並んでいます。肯定有影響啊，然后基本上就不开车了呗，平时上班就坐地铁。値上げの前日には各地のガソリンスタンドに給油待ちの車の列ができ、客からはこれからは車を使う機会を減らすとの声が聞かれました。